高校生の皆さんこんにちは。舞台監督と舞台美術講座の鈴木です。皆さんの中に将来について悩んでいる人はいませんか？そういう人は自分が40歳になった時にどの世界で評価されたいのかを考えてみたらいかがですか？舞台の仕事は総合芸術で呼ばれています。あなたの知らないたくさんの特殊技能集団によって支えられ一度体験入学に来ませんか？もしかしたらあなたが探しているものが見つかるかもしれません。